稲川正宏は、日本の民族派運動家、元大被害会長、21世紀書院代表、横浜市生まれ。昭和45年11月25日に起きた、いわゆる三島行きを、森田秘長の自衛隊東部方面総監室における、自決事件に触発され民族派運動に入る。当時、横浜日本部を置く、菊水国防隊を経て、昭和六十年、 野村修介の文下生となり、野村が主催した大機会の第二大会長となる。昭和60年昭和62年まで神奈川県維新協議会の議長に就任。昭和62年1月13日、当時、マネーゲームに終始し、都心ではサラリーマンが一生かかっても一坪の土地さえ手に入れることのできない状況を招いた狂乱物価、土地高騰のとして、 吉友同士会会長代行、中台和夫、統一戦線勇軍、張ヶ谷大輔と共に、住友不動産会長の安藤太郎宅を襲撃し、逮捕。同事件により、1987年6月9日、東京地裁から住居侵入や監禁などで、懲役3年の実刑判決を受け、市走刑務所に服役。平成2年4月に戦線に復帰。この時の様子が、 tbs テレビ、jnn 報道特集にて放映された。復帰後は、大機会を、後継者に譲り、野村が設立した、出版社、株式会社21世紀書院の代表及び野村、修介事務所の代表を務める。機関、大工など様々な機関誌、媒体に執筆している。機関誌、月刊燃えよ祖国を発行。十一世紀書院は、 単なる出版社としてではなく、民族派運動における情報発信基地として、市、野村修介の著書を販売するとともに、野村の命日に追悼集会、軍城記を毎年開催している、著書協調出演 DVD 関連図書。ありがとうございます。